四国ビエは、イネカオヒシバ族エルシニーの栽培植物。栄花を穀物として食用にする作物である。ほが、指状になることから、フィンガーミレットと呼ばれる。栽培化が行われたのは、東アフリカ高地と推測されている。昔から中尾サスケによれば、タンガニーカ編、オイカワカズヤによれば、エチオピア編に野生する、イーアフレコナが原種と考えられてきたが、 高年四国ビエと同じ4倍体で、染色体、数に N イコール36の野生種がアフリカで発見され、1994年に四国ビエの足として、エルシニー・コリコナ・ナガートン、サブスプ、アフレコ・ナ・ KW ・ハイルー&・ジェーム・ジェイデワエットと命名され、これがゲノムの詳細な分析などによって四国ビエの原種であることが確定した。ただ、アフリカ起源は揺るがないものの、 2000年に入り、1960年代から、荒廃しても不燃性の種ができるために疑問とされていた、その祖先や生種へを同じオヒシワ属で2倍体で、染色体数が 2N イコール18の最も近煙な、オヒシワイーインディカガートンが何らかの形で入っている、可能性が示唆されている。四国美への穂栽培は、西アフリカから、 中国、日本まで旧世界の広い範囲にまたがっているが、主国として利用するのは、インドの一部及び東アフリカである。ウガンダ、マラウイ、エチオピア、ザンビア、ジンバブエなどで重要な穀物となっている。ヒマラヤ地域ではロティになるほか、インドでは、ムッディと呼ばれるおネギのようなもの、ウプマ、バダ、ドーサ、イドリ、ガンジーの原料である。東アフリカでは、 食用として利用するほか、冷え目の透過作用によって、いわゆるドブロクが作られている。また、ヒマラヤ地域では、酒原料の基幹であり、ヒマラヤでは、固体発酵した四国ビエを、青竹の中入れ、上から熱湯を注いで、その中に細い竹を入れ、ストローでジュースを飲むように飲むちゃんと呼ばれる酒があり、ベンガル、低ヒマラヤでは、マウラと呼ばれる麹が作られている。 発根が旺盛であるため、移植栽培に適し、種をまいてある、程度成長したところで植え替えが行われる。中尾佐助はこの作物が古い場合に、この栽培が田植えの起源である、可能性を示唆している。また、この種は、他にも、水田でも栽培されたり、いわゆるサオトメと呼ばれる女性のみで作られるなど、稲作との共通点が多い。中国では、五流通メビエ、インドで、ラギ、 スリランカでは、コリカン、ニグロ語で、ウィンビ、アビシニアで、ダグッサアフリカオクチでは、マービ、ザンデ語で、モル、アラビア語で、テラベム、サンスクリット語で、ラジカ、ヒンディ語で、マンズは、マンドル、ベンガル語で、マルは、マラーティ語で、ナグリー、ナチョイグジュラート語で、ベブと、ナグリー、テルグ語で、ラグール、タミル語で、ラギ、ケルバーグー、カナラ語で、ラギ、マラヤーラム語で、 むったり、正論語で、コラケン、ネパール語で、ドウと呼ぶ。ケニアの菊ユ語では M、グラム MB という呼称である。スーダン一帯では、マーウィ系の呼称が使われ、ベンガル語のマルアは、ネパール、シッキムにも分布している。なお、ネパールから、正論あたりで使われる、ドウは、四国ビエの他にスズメノコビエも指す。日本で古くから利用されてきた、この穀物は古事記、古ジキ。 日本書紀に記載があるあは、冷え、日々などと異なり、文献等に記載が少ない。さらに、四国比えの漢字表記についても、単あたり四国取れるために、四国比えという説と、四国比えとする説がある。また地方名が多いことが特徴で、岐阜県だけで朝鮮比え、赤比え工房比え対抗比えというものがあるほか、富山県で、また比え、与助比えと呼ばれ、他に、八つ エゾビエ、ダゴビエ、カモアシビエ、カラビエ、などという故障もある。なぜ故障が多様なのかについての要因は不明である。石川県白山市白峰地区では、実の形がカモの足に似ているということから、カモアシ転じて、カマシと呼ぶ、米食が普及する以前には、日本各地で栽培されていたと考えられているが、現在の日本では、四国や中部地方の山間地域など、 わずかな地域でしか栽培が確認されていない。日本では子に引いて、おネギや団子として食べられたことが多かったが、カユにして流食することもあった。日本人による味の評価は、非常にまずいとするものと美味とするものに極端に分かれるが、まずいとする記述はおおむね流食に対する評価であり、美味とするものの評価は、粉食に対するものである。20世紀に入ってからは、 アオガニと呼ばれる家畜の資料として栽培された。四国ビエコはインドなどでの名称にちなんでラギコとも呼ばれている。佐々木孔明によれば、一般的な食べ方は、ネパールと日本で共通して、鍋で湯を沸かし、その中へ、現れりした四国ビエを入れて炊く、というものであるが、他に、脱穀の後、薄でついて、粉にし、蕎麦柿のようにして食べる、その子を炊いて、 一種の粉が湯にして食べる、一手張った粉のようにして食べる、というものがある。ありがとうございます。